またどうでもいいことで喧嘩した。どうでもいいと思ってるところがすでにダメ。あれ、俺が悪いの？謝れば許してあげてもいいけど。大変申し訳ございませんでした。俺は簡単に頭を下げる男じゃない。都合のいい時だけ男になるね。やっぱ謝っちゃおうかな。出た、その場しのぎ。おい、写真撮れる。じゃあどうすりゃいいの？考えなさい。頭良くないんだよ。若い頃はもっと。何？若い頃から大したことないね。後半に伸びるタイプなんだよ。年取っても大事にしてあげない。いいさ、蹴っ飛ばしちゃうかもよ。いいさ、その代わり俺より長生きしろよ。おかえり。今日おでん食べに行かない？現場行けるし。俺は今すごく天ぷらが食べた。私はおでんがいいな。よし、トップ差し替えるぞ。天ぷらは譲れないよ。万が一譲ってもおでんだけはない。やっぱおでんの正解だな。俺は家では野党だ。なんだかんだ言っても政権は与党が握ってる。人聞きが悪いこと言わないでよ。不正が発覚した理由。海に行こうか。山がいいな。山最高。ほら、やっぱりこうなる。そうかしら。ソファーのことなんだけど。うん、やっぱり白がいいと思うんだ。黒だろう、絶対と反対してみたりする。たまには俺が決めてもいいかな。これからはこうやって歩くぞ。夫が猫を拾ってきた。ずぶ濡れで震えていたんだ。原作の魅力が伝わってこないんですよね。名前どうする？僕も言語で読むんですけど。とりあえず元気にならないとな。よろしくお願い。大丈夫かな。何ですかそれ。まあ最後は本人次第だな。少し元気になってきたね。少し元気になってきた。だいぶ元気になってきたよね。ああ、だいぶ元気になってきた。いいですね。あ、すごくよかった。名前つけてあげようよ。任せるよ。ねえ、嘘だったんでしょ、拾ったって。この子にしますよ。元気がなかったのは私のことだったんだよね。生まれ変わってもまた一緒にいるのかな。え、何の話？だからもしもの話。難しいね。難しいって？その手の質問に無責任に答えられない性格なんでね。聞きたくもない
真面目か。それに来世は犬になる予感が。それはそれでいいかもね。今もある意味君の犬だし。そういうこと外で言ってないよね。自信はあるかもな。自信？もう一回一緒にいる自信。あれ？その次はわかんないよ。